エセキエル・イバン・ラベッシは、アルゼンチン・サンタフェ州、ビジャ・ゴベルナドール・ガルベス出身の元サッカー選手、元アルゼンチン代表、ポジションはフォワード。イタリア系アルゼンチン人である。ニックネームは、エルポチョ。ナポリ時代のラベッシ十10歳から17歳までを、ボカジュニアーズのユースで過ごす、18歳の時にサンブリーグ所属のエストゥディアンテスで、ブエノスアイレスへと移籍。 ここで39試合17得点を記録した。彼にイタリアのジェノア CFC が目をつけ、獲得に至るが、本人の希望がアルゼンチンでプレーし続けることであったため、CA3、ロレンソであるマグロへのローン移籍が決まる。2005年にはサンロレンソへの完全移籍が決まり、クラブのエースとして活躍。2007年アルゼンチン後期リーグでは、初の優勝を経験した。 2007年7月5日、イタリアの SSC ナポリに移籍、母国の英雄であり、同クラブの元選手であるディエゴ・マラドーナの再来として、注目されていた。2008年夏のカベーゼとの練習試合では、背番号10を身につけて試合を行った。ディエゴ・マラドーナの永久欠番となっていた10番を、来たのは、ロベルト・ソサとラベッシのみである。 PSG 時代のラベッシュそしてナポリサポーターのイタリア人アーティストであるアンドレア・ナポレオーネがトゥッティ・パッチパー・ラベシーをフランチェスコ・レンチがポチャをそれぞれラベッシュ応援歌として曲を制作している2010から11シーズンはマレク・ハムシーク、エディンソン・カバーニらと共にチャンピオンズリーグ出場圏内の3位と奮闘しハムシク・カバーニとのトリオは三大テノールとも呼ばれた 2011から12シーズンはチャンピオンズリーグでベスト16に進出も国内では5位とチャンピオンズリーグ出場を逃したシーズン終了後パリ・サンジェルマンに移籍決定契約は2016年までとなる背番号は11番2013から14シーズンから22番に背番号を変更2016年2月17日中国 スーパーリーグの河北か夏幸福へ完全移籍することを発表した。河北か夏幸福のクラブ公式美白が伝えた中国メディア新郎スポーツによれば2015年12月からパリ・サンジェルマンと河北か夏幸福の両クラブ間で交渉が行われており移籍金は550万ユーロとされている。同じく 中国スーパーリーグに移籍したカルロス・テベスは世界最高級の3800万ユーロとされたが、ラベシシの年俸は日本円にして約60億円でこれを実際は上回るとも報じられている。背番号は10番2017シーズンより背番号を22番へ変更した。2019年11月27日、同年限りでの現役引退を表明した。 アルゼンチン代表には2007年4月18日のチリ戦でデビュー。2008年には北京オリンピックに出場し、5試合で2得点を挙げ、金メダル獲得に貢献している。2011年6月20日のアルバニアとの親善試合で A 代表初得点を挙げた。同年11月11日の 2014FIFA ワールドカップ南米予選のボリビア戦ではチームを救う。 同点ゴールを挙げた。代表でプレーする、ラベッシュ CA3、ロレンソであるマグロパリサンジェルマン FCU-23 アルゼンチン代表、ありがとうございます。